失敗を起こったりしない、叱責しないじゃないですか。おはようございます。サーバーワークスの加藤由紀と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。新卒で入社しまして、今4年目の社員になります。サーバーワークスってどういう会社ですか？サーバーワークスは AWS って Amazon のクラウドを取り扱っている会社なんですけれども、クラウドの導入に向けてお客様をご支援するクラウドインテグレーターをやっている会社になります。加藤さんが思うサーバーワークスで働く上での魅力ポイントを教えてください。新卒の目線から見ると、自分で好きな配属先を選択できるっていうところもポイントかなと思います。あともう一つ言うと、私もそうなんですけど、 IT の経験がない、情報に関して学んできてない学生に関しても、自分でエンジニアの部署を選択できるっていうところも一つポイントかなと思います。オフィスに着いたので出社していきたいと思います。出ます。加藤さんはこの会社でどういうお仕事をされているんですか？私はインフラ構築が主な部隊にいるんですけれども、インフラの設計構築をしたり、あとはすでに AWS をご利用いただいているお客様に向けて技術支援をしたり、環境最適化のサービスをしたりっていうところですね。加藤さん、これコーヒーは何ですか？社員が入れてくれていまして、自由に好きにとって飲むっていうことができます。うちで部活動が簡単にあれていまして、コーヒー部っていうのがあるので、そういった活動もやってます。加藤さん、なんか入られてるんですか？私は学生時代からダンスやってたので、ダンス部っていうのをやってます。じゃあ今ちょっと時間があるので、オフィス紹介をさせてもらおうかと思うんですけれども、ここがリフレッシュルームと言いまして、食事ができる場所、休憩場所みたいな形になってます。ここがコラボレーションエリアと言いまして、円卓を囲んでみんなで活発に議論しながら作業することもできますし、トレーナートレーニーみたいな関係で教え合いながら作業みたいなのもこの場所でやっています。ここの畳も月に使えるスペースになっていて、人によってはこう壁にもたれかかりながら足を伸ばしてパソコンの作業をするみたいな、そういった形で使っている人もいますね。個人ブースになってまして、個人で参加して他の人はオンラインでっていう場面が増えたので、そういった目的でこう個人で使えるようにっていうのをやってきたものになります。確かに。あ、すいません、加藤さん、はい、確かに鳥の音が聞こえる気がするんですけど。そうですね、よく気づかれました、はい、鳥の音のさえずりがオフィスでは流れてるんですけれども、そちらも作業に集中できるようにっていうところの環境音として社内では流れてます。基本的にずっとカラフルな、はい、部屋は何ですか？部屋ごとに名前がついているんですけれども、会議室で使うミーティング用のスペースになります。奥に江戸紫ですかね。和室ですか、あれ。はい、特徴的な部屋なんで、お見せできればと思うんですけど、和室の部屋になってます。中もその色になってるんですね。そうですね、壁の色が紫色になっていて、和室でくつろぎながら仕事をするっていうこともできる部屋になります。靴が脱げる場所なので、気楽に過ごしたいときは使ったりしています。俺、最後でもまだ平野くん の欲しいものリストまだタンプレあれしないよ。え、それ投げてたの？えタイムじゃん。あ、私入ってないから。えこれ欲しいな。いや、平野くんっぽくない。今から何があるんですか？今からは AWS をご利用いただいているお客様に向けて、複数アカウント一元で管理できるオーガニゼーションズっていうサービスがあるんですけど、そういったサービスをどういう風に使っていただくかっていうところを社内で議論していきたいと思います。私の後輩に当たるんですけど、新卒のメンバー2人に今回は参加していただいてます。日高と申します。今新卒2年目の代理になっています。新卒3年目の大穂と言います。よろしくお願いします。今一番 そのお客さんの課題は、一つのアカウントに複数のシステムが載ってて、でかつその複数の部署の、ものが載っていて、大枠としてこういうフェーズで進めていきますっていうところの、今の概要だけこの場で固めたいです。お疲れ様でした、加藤さん。お疲れ様です。周りの方々も発言されてるなっていうイメージあったんですけど、はい、誰でも身近に意見出したりとかする環境整ってるんですか？若手とか入ってきた年次、経験関係なく、意見っていうのはすごく言いやすい環境かなと思います。実際にどうですか、お二人。実際私も1年目の時にサバロボっていう社内の新規事業のスタートアップを応援する制度があるんですけど、それの運営委員がやりたいっていうようなところで1年目の時に手を挙げて、全然いいよっていうふうに了承いただいて、今運営の根幹に関
わらせていただいてるっていうところあると思うので、そういうのができるのはサバのいいところかなっていうふうに思ってます。私が今お客様に対してコンサルティングをしていますと、他の会社だとコンサルティングするのって上の年代の方々になっていて、実は若手の人って手を動かすだけってなると思うんですけど、うちの会社だと私からこういう改善提案したいですっていう計画をプロジェクトの責任者に投げて OK もらって、お客様側からも合意をもらって実行していく、一通りのところができたので材料を持って仕事ができてるなと思っています。挑戦ができる環境っていう観点でいくと、私今クラウドオリンピックっていう技能五輪の一種の大会の日本代表選手の予選に残って、最終的に2位で落選はしちゃったんですけど、それも会社経由で挑戦できた背景があるので、自分から動ける人にとっては挑戦できる環境があるのかなと思っています。お疲れ様です。次は何があるんですか？次はお客様ミーティングに行こうと思います。お客様ミーティングってどういうお客様とどういうことについて話すんですか？もうすでに AWS でご契約いただいているお客様で、技術支援の一環にはなるんですけど、スキルトランスファーという形で AWS の知見とかサービスについてのご説明をするようなミーティングになります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。前週までですね、ネットワーク環境を構築して短時間でも接続ができるような状態で環境を用意していたかと思うんですけれども、そこから本日は実際にサーバーを構築して、じゃあ本日はこちらで以上とさせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。どうでしたか今のミーティングは？お客様に実施した内容は今日明日ですぐ結果が出るみたいなものではないんですけれども、長い目で見てお客様環境に対してとか技術的なサポートっていう意味でのご支援ができたらなというところですね。今からランチに社員と一緒に行こうと思います。今日は一緒に行くメンバーです。割と髪型とか服装とかも自由なんですね。そうですね、決まりがないので自分の好きなように働いてます。この後何を食べに行くんですか？飯田橋の桜テラスの方に行きたいと思います。基本的には社内のメンバーでランチに行くことが多いです。私は初めて来ました。私は会社を知ったきっかけは就活のエージェント経由なんですけど、会社のことを調べるときに社長大石が書いてる雲をつかむような話っていうブログがありまして、そこを読んで共感するポイントが多かったっていうのが入社のきっかけです。社風に惹かれて面接官の雰囲気とかすごい良かったので入社決めました。加藤さんはダンス部で一緒にダンスすることもあって、プライベートでも仲良くさせていただいてますし、優しい先輩って感じです。私がもうすぐ丸10年になる感じですね。この会社って Amazon Web Service 通称 AWS の専業ですけど、その AWS をメインでやってる会社に技術力を求めて転職してきたっていう感じですね。ずっと言われてるのは叱責しないじゃないですか。失敗を怒ったりしない、指摘はする必要あるじゃないですか。でも怒る必要なくないですか？それを省いて言うべきことだけをちゃんと言う、できれば対面でやるみたいなのはかなり徹底されているので、だから空気がいい。みんな力が変に入ってないんだと思うんです。悪く言うと緩すぎるかもしれない。ピシッとすべきところもあるので、大石とかはスーツでピシッと決めてる時もあるわけですよ。そこのオフの切り替えがしっかりできる必要はあります。遠い将来のこととかっていうところではあんまり考えてないんですけど、今目の前にあることが結構やりがいを感じて楽しいなって思ってるので、ひたすら目の前のこと楽しいなって思えることをやっていくっていう感じだなって思ってます。今いただいてる仕事を一生懸命やって、気づいたら3年後持ってなかった仕事をしてるぐらいでいいかなと思っているタイプです。今エンジニアをしているところではあるんですけど、このエンジニアの業務内容を理解した上で組織の人に何か貢献できるような業務ができていいいなって思ってます。改めて思い浮かぶ、いや、なんかおかしいな。海の話してるのに山ってる。お疲れ様です。次何があるんですか？次は新卒の採用面接官をやっているので、こちらの面接業務でやっていきたいと思います。面接は何次面接見られてるんですか？二次面接を担当していて、次はコンピテンシー面接っていう面接手法を取っているので、その面接をやっていこうと思います。コンピテンシー面接ってどういう面接なんですか？学生さんの行動特性を見るっていうような面接内容になっていて、入社してからどういったことをやりたいかみたいなことは一切聞かなくて、今まで頑張っていたことに対してどういうふうに考えて、どういう手段を検討してアクションを取ったかっていうところの事実を集めていくような、そんな面接になります。今までやってきたことを事実ベースでお話を聞いていくような面接になります。
お疲れ様です。今の学生はどうでしたか？結果がどうっていうのはすぐにはあまり言えないんですけど、メッセージはあまりこう事実の収集に集中していて、その後に実際どうだったかっていうのを評価するような形になります。加藤さん的に一緒に働きたい学生の特徴って何かありますか？何でもいいんですけど、何かに対してすごい一生懸命取り組んできた人とか素直な人っていうところであれば、私は一緒に働きたいなと思いますね。今から何されるんですか？今から技術ブログの執筆していきます。技術ブログって何なんですか？ AWS のサービスについての発信をしていたり、 AWS に関係なくても IT に関する発信をしているようなブログになります。これが実際に制作された記事ですか？はい、これが一番直近で私が書いた記事になります。これ何について書かれたんですか？実際に案件で使った AWS サービスについての構築するまでを記載している記事になります。実際に同じサービスを使われる方が構築するときにどういうふうにしたらいいのかっていうところを書いていたり、サービス自体の説明とか機能の説明とか、そういうところも含めて書いています。上にあった社長ブログっていうのも気になったんですけど、あれですか、入社の理由であった記事？そうです、はいはい、これのどこに惹かれたんですか？就活をしているのが2018年から19年にかけてでしてたんですけど、その時期に働き方改革っていうワードがよく聞いていたワードだったんですけど、そういう改革をしてますっていう売り出し方をするところが多くて、そこにちょっと疑問があったんですよね、当時の私は。この記事を読んで、社員との関係性を改革の方が言い回しとしては正しいというか、そういった意味合いの記事を書いてたんですけど、社員が会社のために働くっていうよりも、やりたいことを実現できる環境がその会社にあって、個人がパフォーマンスを発揮した結果会社が成長する、そういう関係性を築いた結果働き方の選択肢を増やすっていうことにつながったのかなっていうふうに思っていて、そういうところにすごい共感をして入社を決めた決め手になってます。2月にジョインされた方がいるので、その方のトレーナーを私がしてまして、ワンオンをやっていきたいと思います。ワンオンではどういうこと話されるんですか？課題を取り組まれているので、その課題の進捗の確認とか、最近ジョインされたばかりなので、そこに関しての困りごとがないかっていうところを聞いていきます。あ、お疲れ様です。よろしくお願いします。まだ特にあれですね、EC2 とか立ててないですもんね、今のところ。接続しなくても起動した状態で設定から設定できるはずですね。じゃあ今日これで終わりにしますね。はい、ありがとうございました。どんなこと話されたんですか？日々やってもらってる課題の進捗と、課題やってる中でちょっとわからなかったこととか質問とかっていうのを回答してたりしました。次は何があるんですか？この後は社内ミーティングになるんですけど、社内のプロジェクトの進行フローをまとめてたりするタスクフォースチームがありまして、そちらの定例ミーティングになります。山下と申します。よろしくお願いいたします。お待たせいたしました。お疲れ様です。お疲れ様です。お願いします。プロジェクト進行の方の課題の方から見ていきたいと思います。本連絡事項の引き渡しアカウントのパスワードっていうところがあるんですけど、これに更新するよというところで、ちょっと具体的にお見せしますね。また引き続きよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。これでもうお仕事は終わりですかね、はい、今日はこれで終わりになります。この後何か予定とかあるんですか？社員のメンバーと美術館にこの後行こうと思います。はい、美術部に入ってるんですね。部員になりました、最近ですけど。何か入られてるんですか？私はクラブバスケに入ってたり、あとクラブランナーズっていうみんなで駅伝大会出たり、スポーツもあれば、ミュージアムみたいな文化系のものとかもいろいろあります。加藤さん、お疲れ様です。お疲れ様です。もう退勤ですよね？はい、もう今日は帰ります。いつもこれぐらいの時間に退勤できるんですか？いや、いつもは19時退勤ですね。今日はなんでこの時間に退勤なんですか？うちは働く時間が結構柔軟にできまして、裁量労働制っていうのを採用してるんですけど、グレードに合わせてにはなるんですが、働く時間ではなくて個人の成果で人を評価するっていうような制度になっていて、グレード次第で自分の好きな時間に働く時間を変えることができます。今日1日見てて結構予定詰まって忙しそうだなと思ったんですけど、はい、いつもこれぐらい忙しいんですか？今日は結構忙しい方でした。必要にたくさん予定を詰めていただいて、結構ミーティングが多い日でした。この後は美術館ですね。はい、こちらの社内のメンバーで
一緒に行きたいと思います。お二人的なサーバーワークスで働く上での推しポイントを一つずつ教えていただいてもいいですか？圧倒的働きやすさなのかなっていうところで、それこそ私今日この美術館行くっていう予定のためだけに来てて、普段は家とかで作業するんですけど、オフィスもこうやって空いてるのでオフィス来たいなって思った時に来れるっていう、そういう自由度が高いところかなと思います。選べるのがいいなって思いますね。会社でに来るのも家でやるのも自由、出社強制になってるお客さんが増えてきてるって社長からも聞いたりするんですけど、そういうのになってないのが嬉しいので、まあ、推しではあります。本日一日密着していただいたんですけれども、興味の湧いた方はぜひ応募していただければと思います。よろしくお願いします。あ、お願いします。本日は一日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。